セニョリータのお母さんにすら欲情してしまう中星様がババカツ女子をぶっ壊ボーン。はい、中星でございます。このツーショット久しぶりだと思うんですけど、完全復活ということで、やっていきますね。今回はですね、まあタイトルにもある通り、まだ恋愛してるんですかっていう話をね、ちょっとしていこうと思います。俺ら別にその世で言う恋愛関係ではないっていう感じです。彼女じゃないんです、セニョリータ。俺の言うセニョリータっていうのは、なんかその世で言う恋愛してるカップルを指す言葉ではないよ、彼女って意味ではないよっていう説明を僕はしてるんですよ。まだ恋愛してるんですかっていうことに関して、中星マインドを保持してる人はですね、まあなんとなく多分わかると思うんですよ。例えばその彼女が欲しいなとか、早く結婚したいなとか、まあ、例えば彼女がいる人だったら、彼女とうまくいってないとか、まあ嫁さんがいるんだったら結婚生活全然面白くないなみたいな思ってる人いると思いますね。あとはその彼女とか嫁がいるんだけども、他の子が気になってるなとか、あの子いいなみたいなあると思うんですよ、そういうのね。まあ中には俺まだ童貞なんですけどみたいな、彼女できたことすらないんですけどみたいな、すげえなんかハイレベルな話が始まりそうなんですけどみたいな人もいると思うんですけど、そういう人は別にむしろチャンスですから、よかったっすねって感じ。無駄にその恋愛とかを経験しない方がいいと思ってるんですね。でまあこの動画を見ることでですね、まあ皆さんがそのさっき言った悩みですか、そういう風なことで悩んでいるのがいかに時間の無駄なのかっていうのを今回説明していきますね。まあ、そしてまあ皆さんがまあ恋愛においてまあ実現したことってやっぱ男だったらあると思うんですよ。皆さん理想ってあると思うんですよ。女の子の理想ってあると思ってて、その理想の子と一緒にいるとか、まあそれだけでオッケーみたいな人もいるし、まあ理想の子は一人いて、やっぱ一人だと飽きちゃうから、他のこともやりたいなみたいな。それが普通にできます。そのやり方を今回教えると思います。できるかできないかはあなたたち次第なので、しっかり聞いてやっていってください。別にできなくないです。僕の講習生がみんなできてましたからね。でまず皆さんがその世で行われている恋愛っていうのがオワコンなんだよっていうのを認識しなきゃいけないんですよ。まあこれ前の動画にも言ったんですけど、例えば普通に彼女を作って、まあ大事にしてみたいな、でまあゆくゆくは結婚するみたいな、要は一人の女性とずっといるみたいな、俗に言う恋人っていうことなんですよね。だからこういう関係はオワコンなんですよって言ってるわけですよ。でそれを認識していただきたいわけですよね。じゃあなぜこの世で言われている恋愛を皆さんしたいんでしょうかね。なんでだと思いますか。漫画とかテレビとかで洗脳されてる。そうですね、その通りですね。いや本当にその通り。前回の動画でも言ったんですよ。テレビとかドラマとかね、アニメとかで見てるじゃないですか。だから恋愛したいなってなってるんですよ。そういう風に仕向けられているんですね。洗脳されてるんですよ我々ね。浮気は良くないみたいな。でこういう風にですね、もうみんなが当たり前だよねって思ってることって基本的に疑ってかかった方がいいんですよ。なんで男がデート代出さなきゃいけないんだろうとか、女性だって今働いてるわけですよね。お金ありますよね。逆に女性にお金を払わせている男も少なからずいるわけですよ。その常識と思われていることに対する例外っていうんですか、そういうのあるんだったら、そもそもその常識おかしいんじゃないのって思った方がいいんですよ。俺もですね、この子も俺の講習生もですね、そういう常識からも一切外れてるんですよ。複数の女の子と同時に関係を持つなんて別に普通のことだと思ってるんですね。まあこういう男たちっていうのはテレビとかで言うとまあクズみたいな、そういう扱いを受けてるんですけど、実際一番モテてる人たちって俗に言うクズと言われてる人種の人たちなんですよ。皆さんの中にはまあクズみたいな男に彼女を寝取られた経験があるみたいな人いると思います。で僕も同じようなことがあって、僕二人目の彼女、まだナンパと出会う前ですけど、僕はその子と紹介で付き合ったんですよ。なんで紹介されたかっていうと、その子はものすごい浮気症の男にめちゃめちゃ振り回されてたんですって。でもその女の子はその男が好きだったからめっちゃ引きずってたんですよ。でその引きずってるところを友達が見かねて俺を紹介してきたんですね。で俺はその時ナンパも知らねえし、ただの超誠実な男みたいな感じだったんで、東大行っててね、なんかガリベンみたいな感じだったんで、その子のニーズを満たせるわけがないんですよ。その子は振り回してくれる恋愛を経験しているわけですから、俺じゃないわけ全然。だから2ヶ月で別れみたいになっちゃったわけ。あの恋愛一体何だったんだって俺は思ってるんだけど、まあ今考えるとそういうことなんですよ。お呼びじゃないわけ、俺みたいに優しかったやつっていうのがね。クズを求めていたんですその子は。で女の子からするとですよ、クズはどっちなんでしょうね。あなた方は振られている側じゃないですか。嫌いだから振るんですよね。だから女の子からすると振られているあなた方がクズなんですよ。間違いない。そうですよね、女の子がどう思うかで考えなきゃいけないわけですから、女の子からしたらあなた方は優しくて貢いでくれるだけのつまんねえ男はクズなわけですよ。そこを認識しなきゃいけないですね。それはそうなんですよ。だってもう世のその常識がおかしいだけであって、女の子っていうのは本来強くてモテてる男に引っ張ってもらいたいんです。イケメン大好きだしね。そういうイケメンで強い男に恋をして引っ張ってもらうみたいな、モテるからさ不安になったりするじゃないですか。他の女の子喋っててさ、あやっぱりこう私ダメなんかなみたいな思ったりとかする、そういうのが好きなんですよね。少女漫画とかさ、まあ、そうでしょ。全然そうじゃない。そうなんですよ、実際。そういうもんなんですね。モテてる男はモテるの。でも嫌いになれない。そうなれないじゃんそうなの。女子に好きになってもらいたいんだったら女子のニーズを満たさなきゃいけないわけですよ。だからクズの男っていうのを、まあそういう要素を取り入れていかなきゃいけないってことなんですね。じゃあそのモテてる男、俗に言うクズって言われてる男たちって普通の恋愛してますかって話なんですよ。してないですよね。常識から外れてるんですよ。普通に複数の女の子同時並行にしたりしてるんですよね。で例えば究極で言うとホストとかそうですよね。ホストなんていうのはさ、いろんな女のお客さんを抱えて、まあデート代とかも全部出してもらってる人もいるし、本当にシャンパンタワーとかさ、まあ何百、300万とか
するシャンパンタワーをやってもらって、まあ売り上げを立てて、億とか稼いでるホストもいるわけですよね。そのホストに貢げば貢ぐほど、どん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 そのホストのことを好きになってしまって、事件まで起きちゃってるわけじゃないですか。それぐらい好きなんだよ。事件を起こしてしまうぐらいそのホストのことは好きになってしまってるわけですよ。本当に女の子に好きになってもらうために一番長けてるのは、まあホストだと思うんですけど、結構危険なんで、かなり極端な例なんですけど、だからホストになるとは言ってません。僕逆にホストはお勧めしてないんですけど、ホストのそういう要素も取り入れていきましょうねっていう話をしてるんですよ。できるんですから、全然。一般人のあなたたちでも、そういう人たちの要素を取り入れることによってモテることは全然可能っていうことを言ってるんですね。じゃあ具体的にどういう風にすればいいのか説明していきましょう。ゴールを設定しましょうか。何事もね、ゴールを定めないといけません。じゃあ例えば、サポートしてくれる女の子がいて、そういう女の子を、まあ軸と言いますか、まあ一緒に仲良くやりながら、まあビジネスとか一緒にしながら、他の女の子とも遊ぶ。みたいなそういう感じなんですね。これが一番僕の中で幸福度が高いので、やってるんですけど、じゃあこれをゴールにしましょう。まずこの隣にいるね、この子ね。この子は、まあ俺のことをすごいサポートしてくれるんですよ。はい。まあ彼女と一緒に YouTube やってた時期皆さん知ってると思うんですけど、本当にマジでめっちゃバズって、710万回再生の動画が一緒に作れたりとか、100万再生超えたやつも結構何個かあったりとか。で、もちろんそれに伴ってですね、チャンネル登録者数もバーンって上がったんですよ。赤く囲った部分ね、こうバーンって上がってるでしょ。このバーンって上がった時のチャンネル登録者数の伸びっつうのが、俺と一緒に2人で出した710万回再生されたやつを出した時のやつなんですよ。それに伴ってもちろんお客さんが増えるんで、売り上げも900万、1500万、2000万、2200万、3000万、2000万、3000万みたいになってるわけですよ。こういう風に一緒にこうビジネスをやってったおかげで、こういう風に売り上げ上がったりとか、YouTube が伸びたりとかしてるわけですね。まあしかも YouTube の活動とかビジネスだけじゃなくて、政治活動もめちゃめちゃ手伝ってくれたんですよ。で、とても助かりました。こういう、まあ、勝利の女神みたいなやつがいるわけですよ、俺には。でも他のこと普通に僕は遊ぶんですよ。で、風俗行ってきたよとかいう、ただいまワードみたいなのがあるんですよ。これに対してどう思ってるのか、じゃあちょっと本人聞いてみましょうか。男の本能だからしょうがないんじゃないですか、ね。うん、ああ、なるほど。いや、私もそういう時期はあったから、まあ、気持ちはわかるから、そう、ちょっと嫉妬とかはしちゃうけど、まあいいんじゃないみたいな。ああ、なるほど。感じかな。俺が思ってた通りの答えだね。そうなんですよ。多少は嫉妬はするんですけど、まあ男はそういうもんじゃんっていうの分かってるんですよ。ある程度。要は洗脳されてないってことなんですよ。世のそのメディアとかに洗脳されてる女子っていうのはさ、王子様、私だけを見てみたいな感じなの。無理なんですよ。男の本能に思いっきり反してるわけですよ。男はね、いろんな女子と子孫を残すっていう風にプログラムされてるんですよ。抗えないんですよ。脳みそなんで。本当に無理なんですよ、それって。絶対無理なの。女子だっておしゃべり好きでしょ？おしゃべりしないでって言われてるんで一緒ですからね。なんで友達は100人できるのに恋人は1人なんだよってすごく思う。あ、そうだよね。同じ人間関係なのに。そういうことじゃ、彼女は分かってるので、いい関係を築けてるわけですよね。世の中おかしいんだよね、そう。そうそう、おかしいわけですよ。だから嫉妬はするけれど、男の本能上しょうがないねっていうのが感じは分かってるっていう、そういう話なんですね。で、皆さんはまずこういう、俺のことをよく分かってくれる女子とか、俗に言うわがままな生き方を容認してくれる女子っていうのがいるってことを、まず一定数いるっていうのを認識した方がいいです。結構簡単に見つかるんで。俺の受講生全員見つけてるから、そういう子。で、まず、こういう子を味方につけるべきなんですよ。で、確かに、こういう子を味方につけるためには、ある程度自分に魅力がなきゃいけないんですよ。魅力を上げていけばですね、そういうの OK だよって子と巡り合えるんですよ。でも、こういう子は、普通の雑魚とかは絶対相手にしないんですよ。だから、ある程度自分のレベルを上げていかなきゃいけない。ストッチを上げるだったり、爆発を踏むだったりとかね。これだっていう自分の差別化ポイントを上げるとか。だから、そういうことについてちょっと説明していきます。俺の例なんですけど、これもぶっ飛ぶしかないんですよ。さっきも出ましたけど、俺、相当ぶっ飛んだことしてるんですよ。じゃあ、ちょっとどこら辺がぶっ飛んでて好きなのかちょっと聞いてみましょうか。おむつ履いて外を歩いてですよ、なんかファザーテレサみたいな感じでさ、コスプレして、なんだっけ、なんか書いてたよね、おむつに。あ、ラブって書いてました。あ、ラブって書いて。愛してたから。全人類愛してたからさ、あの時。そんで女の子とデートしちゃうとか。そうそうそう。ガンジーとファザー、マザーテレサの生まれ変わりだと思ってたからさ。いや、面白いよね、あれは。差別化ポイントみたいな感じでやって、もうすごいクレイジー、ぶっ飛んじゃってるみたいな。話が通じない、この子みたいな。話通じないね。みたいな、話が通じないんですよ。基本的に。諦めも入ってるみたいな。でも憎めないみたいな。ハビネスマンだからさ、そういう感じの差別化なわけですよ。例えば、その、まあ、修羅場とかのためになるじゃないですか。多分な、俺ナンパしまくってなんで、なんか、俺がナンパしてるのを見ちゃった女の子とかいるんですよね。で、それでなんかこう、話し合おうみたいな感じで言われて、ちょっと怒り気味に話し合おうぞみたいな言われた時に、ファザーテルさんがここで言っちゃうんですよ。今日ちょっと真剣な話だろと。真剣な話をするんだったら、やっぱり清掃着ないといけないなと思ったから、この格好で来たよとか言って、ファザーテルさんおむつで言っちゃう。いや、そうだね。笑っちゃうんですよ。間違いない。こいつはマジ何なのみたいに思わせたらもう勝ちなわけですよ。それにハマっていっちゃうんで。こんな男初めて見た、みたいな。こんな男多分二度と現れないだろうなって思わせたらもう勝ちなわけですね。もう予定調和を作っちゃダメだよね。そうそうそう。斜め上の回答とか来ると、えみたいになるわけですよ。で、まあこれすごい極端な例で、俺もかなりマインド高い感じなんで、まあ師匠に鍛えられたからさ、もうボーボーにされながらやってきたからさ、ここまでいけるんですけど、実際まあこれ極端な例で、できる人はできるんだけど、できない人はできない人で別に問題ないです。僕の受講生の中でも別にマインドの高い低いは結構程度にしてよって差があるけど、別にそんな大してマインド高くなかった人でも努力でどうにかカバーしてですね、ナンパをたくさんしていっぱい女子を捕まえてですね、手紙を書いてあげるとかでも
も全然いいし、うん、ラブソング歌ってあげるとかさ、まあ、ナンパできんだったらそんぐらいできんじゃないですか、うん、うん、やったりとか、これも簡単だと思うんだけど、お母さんとね電話で話してる時とかに電話奪ってお母さん口説き始めちゃうとかさ、まあ、お母さんに挨拶しちゃってもいいしさこれお母さんに会ってよって言われた時にやっぱり清掃で行くからねやっぱり清掃で行くんですよ。わかるよね、俺も清掃わかるでしょで、お母さんだいたい50代ぐらいだったんで、年齢に合わせて、まあ、田原俊彦世代だから、まあ、抱きしめてつないとなんか踊ってあげたりとか、あとはなんかうちのママは政治活動とかすごく興味があるから、うん、根本くんの政治活動で一気に脈上がりしてたよね、うん、脈上がりしてると思うよ。そう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 、うん、まあ、こんな感じで、うん、本当にね、その個性に合わせた差別化があるので、うん、コンサルで教えていく感じします。やっぱコンサルも僕やっていくので、直接指導っていうのも僕もやっていくので、まあ、興味がある方はちょっと DM しといてほしいんですよ。コンサル受けたいですみたいな。本当究極的に言ったらさ、俺普通にケンタッキーを何気なく買ってきてあげただけで号泣されたことあるからね。なんか関係性が進んでいくと、ただ帰ってきてあげるだけでハピネスになったりするんだよ。あ、帰ってきてくれたのみたいな感じになってたから。そう。だからもうそういう風な差別化をしていきましょうって話をしています。で、まあこういう風なことを積み重ねていくことによってですね、関係っていうのは構築されていくものなんですね。まあいつ帰ってくるのとか、ご飯作って待ってるよとか、早く帰ってきてよみたいな、そういう感じになってきますから。で、まあそこでまあ気に入ってもらってさ、お家に住ましてもらって、まあお金と時間が浮くじゃないですか。で、その浮いたお金と時間を無駄にしないで、自己投資に当てたりして、ビジネスを勉強とかしたりして、俺の場合はノートとかを書いたりしてね、自分の体験談をノートに書いたりしたりして、まあ売り上げを立ててやってるわけですよ。で、売り上げ立ててさ、結構お金とかも女の子が借りてたからさ、それ普通に返しちゃいましたよ。それでいいじゃないですか。二人で何か一つ乗り越えてね、女の子にまあ無理をさせてしまった。でも俺は頑張った。売り上げが上がった。お金を返してあげた。超幸せじゃん、これ。半端ないくらい幸せだよね、これね。こういう風にさ、一緒に何かを成し遂げたっていう経験が、やっぱり一番絆を深めるわけです。僕はすごい成長していくのを見るのはやっぱり女も好きなんで、男の成長に自分が関わっている。自分がサポートした結果、男が上がったみたいな。そういう瞬間すごい嬉しいと思うんですよ。うん。うん、いや、本当そうなんですよ。あるある。時間と金があるのに甘えてさ、ダラ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 してたら自分のタイムにならないから、しっかり女の子にサポートしてもらってるんだから、その時間と金を有効に使いましょうねって話をしてるんですよ。で、世のカップルってどうですか？違うじゃん。順番違うんだよ。だっていきなり子供作るじゃん。たかが恋愛してさ、なんか同棲してたみたいな。そんぐらいの共同作業しかしてないのに、うん、赤ちゃんなんか作っていいんですかって話なんですよ。そう。もしそれがダメで、一緒に共同作業できないってなったらさ、もう子供は生まれちゃってるわけでしょ、うん、でも夫婦の関係は冷え切ってる。これ不幸じゃん。何この不幸な家族。無責任なんだよ。だから世の恋愛に従って結婚とかして、子供作ったら無責任な親が生まれてしまうわけ。だから中干しマインドでしっかり分かってくれる女子を捕まえてね、探していっぱいやっぱりリスト取んないといけないですよ。いろんな女の子と一緒に関係持たなきゃいけませんよ、うん、そういうもんじゃん。だってそうだね、理想の一人を見つけるってなったらさ、うん、そんな周りにいる女子が女子の中にいる確率なんてめちゃめちゃ低いわけ。自分で探しに行かなきゃいけねえんだよ。今回の動画まとめると、世の中の恋愛はオワコンです。だからそういうのに、まあ、縛られずに付き合っていける子を見つけて、で、その子公認で遊びたいならいろんな子と遊べばいいじゃん。まあ、そういう感じでね、やっていって、まあ、人生成り上がってくださればなと思います。じゃあそんな感じでよろしく、オーシャンパシフィック。